どうもフルフルです。先日というかまだ1週間も経ってないんですけれども、こちらマンダロリアンのホットトイズを購入しましたよっていう動画を撮りまして、誕生日の日にね、その時に少しだけお話ししたんですけれども、こちらのマンダロリアンを買うかエンド版のルークを買うか迷ったっていう話を一瞬だけちょろっとしたんですけれども、ルークを買わなかった理由っていうのがマンダロリアン版が出るかもしれないからそれを待つっていうこと言ったんですよ。それを1週間前に言ったばかりなんですけれども、結局ルーク買ってきちゃいました。なんだかんだルークが欲しかったのと、これはちょっとエンドア版だとかマンダロリアン版とはちょっと違うエピソード4の白い服装の衣装のルークだったので、ちょっとこれは欲しくなっちゃってね。今僕が持ってるホットトイズ、スターウォーズのホットトイズのマンダロリアンと、あとダースベイダーなので、エピソード4版のダースベイダーなんですよね、僕が持っているのは。なのでダースベイダーと並べるにはこのルークが一番いいのかなって思ったのと、やっぱりエンドア版だとかジェダイの帰還バージョンのローブついてるルークだとか、もしかしたらマンダロリアン版として出るかもしれなかったので、とりあえずこのエピソード4のルークを欲しいなと思って購入してきちゃいました。いろいろ買う理由を考えてたんですけど、とりあえず欲しかったので買ってきましたよっていう話です。ということで早速開けていきたいと思います。ルークのホットトイズはですね、今なかなか手に入らないんですよ。ホットトイズに限らずですけど、うわめっちゃかっこいい。そう、このポンチョ着てるバージョンとか、ミレニアムファルコンで修行してるバージョンのバージョンというか、ヘルメットとライトセーバー持ったバージョンのルークにもできるんですよね。今回中古で買ったんですけど、めっちゃ綺麗ですね。はい、こちらがエピソード4新たなる希望バージョンのルークスカイウォーカーでございますか。顔めっちゃ似てますね。すげえ。やっぱエピソード4のルークってだけあって、まだ駆け出しと言いますか、帝国の逆襲だとかジェダイの帰還と比べてまだ幼いというか、柔らかい顔立ちをしていますね、この時のルーク、マーク・ハミルは。で、薄いほくろとかもちゃんと再現されているのは、やはりさすがホットトイズというところでしょうか。衣装もシワとかがつきやすそうな布というか衣装ではありますけど、スパイダーマンとかと違ってこういう衣装なので、ちょっとぐらいシワがついてもそれはそれで味が出てくるんじゃないかなとも思います。ライトセーバー引っ掛けるこの部分もついてますね。オプション品もかなり豊富で、まずはライトセーバーとライトセーバー発光用の腕、この辺はダースベイダーだとか他のジェダイ系ホットトイズでもおなじみですね。青いこちらの部分を取って付け替えることで発光させることができるパーツでございます。ダースベイダーにもついてましたね。ピンチは入ってなさそうですね、この状態で。で、このスコープ名前何でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、もしっかりついてます。いいですね、なかなか。で、ヘルメットとか帽子をつける用の頭ヘッドがついてます。通常のルークのヘッドを外しまして、こちらに付け替えるような感じですね。いや、こっちの頭になった途端めちゃめちゃ頭の形が悪い人になっちゃってるな。ただこれにこの修行用のヘルメットをつけたりするので、見た目こんな感じになりますね。前がほぼ全く見えないので違和感はない感じになります。そしてもう一つ帽子もあるので、こんな感じで帽子とゴーグルをつけるんですけど、ちょっとゴーグルのゴムの部分となんか頭がすぐ外れちゃって、ちょっとこっちはつけづらいですね。で、めちゃめちゃ長いライフルもついております。これマンダロリアンのライフルより全然長いな。で、ミレニアムファルコンの中で修行してた時に使っていたこのボール付属しております。この簡単な土台というかポールに刺して置いておくような感じですね。ここか。ということで何枚か写真を撮っていきたいと思います。
い、ということで今回ホットトイズのエピソード4版のルーク・スカイウォーカーを購入しました。ルークはマンダロリアンを見てからめちゃめちゃ欲しかったんですけど、急激に市場からまああんだけかっこよく登場したらそりゃそうだとも思いますけど、本当に出回んない、値段もかなり上がってしまったキャラクターというかですので、マンダラケとかの中古屋さんとかでもね、ほとんどもう並んでないフィギュアなんですけど、今回運よく、まあマンダロリアンだとかあの黒い衣装のルーク・スカイウォーカーではないんですけれども、まあやっぱ原点といいますか、一番最初の衣装のルークを手に入れることができまして、非常に嬉しいですね。最近もう本当にホットトイズ欲しいものあったらポンポン買っちゃうようになりまして、ちょっとそろそろ出費を抑えなきゃなと思っているところなんですけれども、ただルークとダース・ベイダーのエピソード4の2人が揃ったので、今度はベン・ケノービーだとかレイヤーだとかが欲しくなってきちゃうなぁと思っているところなんですよ。エピソード1、2、3のキャラ、アナキン、ダース・ベイダー、クワイガンとかダース・モールとか、あの辺もちょっと欲しいなと思ってて、スター・ウォーズ熱が今本当に激アツになっております。もう本当に出費が追いつかないなと思っているんですけれども、また新しいフィギュアが家に増えたら購入報告だとかレビューやっていきたいと思いますので、レトロフを近々1個増設しようと思っているので、そしたらルームツアーといいますか、フィギュア棚紹介みたいなのもやれたらいいなと思っておりますので、ぜひそういった動画も楽しみに待っていてくれたらなと思います。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よければよろしくお願いいたします。バイバイ。